はい、好評発売中の HK スーパーターボマフラーに、新たなラインナップが加わりました。まず HK スーパーターボマフラーのコンセプトは、大パワーのチューニングカーでも静かで子守音のない抜けの良いマフラーを目指して開発をしました。マフラー開発者である内田の方から詳細を説明いたします。このスーパーターボマフラーは2つの特徴を持っています。まず1つ目は抜けがいいことで、2つ目は静かなこと。まず1つ目の抜けのいいという点につきましては、フルストレート構造を採用したという点です。一般的には音量を規制に入れるためにシェルの中などで絞りを入れたりする場合が多いんですけども、今回は絞り一切なしのフルストレートタイプを採用しています。そして2つ目のポイントは静かであるということ。この静かであるというところを満足させるために、大容量の楕円シェルを採用しました。そしてテール部分でも消音させるように、このマフラーの一つの特徴であるスリットテールを採用しました。この新開発のスリットテールは見た目的にも特徴的なデザインなんですけども、テール内側のスリットから空気を入れることによって消音させています。このスリットテールを採用したここの後ろにある BNR34 ですが、実際に 2dB ほど近接排気騒音を下げることができて、それで保安基準適合のマフラーにすることができました。この2つの組み合わせにより、絞りなしのストレート構造でありながら十分な消音性能を確保しました。こちらは BNR34GTR 用スーパーターボマフラーです。メインパイプ径は85倍、約600馬力前後の馬力に対応したマフラーになっております。こちらは BNR32GTR 用スーパーターボマフラーになります。メインパイプ径は85倍、約600馬力前後対応のマフラーになっています。こちらは GDB 用スーパーターボマフラーになります。メインパイプ径は75倍、約500馬力前後の出力に対応しています。こちらは JZX100 用スーパーターボマフラーになります。メインパイプ径は75倍、約500馬力前後の出力に対応したマフラーになっています。スーパーターボマフラーは室内の静かさもポイントです。特に3000回転以下に的を絞りました。この3000回転以下の車内の子守音をなくすことで、普段の足としても車内の会話の妨げにもならないですし、ひとたびアクセルを踏んで3000回転以上に回転数を持っていけば、もうスポーツマフラー特有のレーシーなサウンドを味わうことができます。それでは実際に車を走らせて車内の子守音を確認してみます。
今3速3000回転の状態です。この状態でも車内では普通に会話をすることができます。この回転域では聞こえてくる音といったら、まあ、マフラーの音よりもエンジンから来るエンジンノイズやロードノイズの方が大きくなります。しかし、ひとたびアクセルを開けて3000回転以上に回転数を持っていくと、このようにスポーツマフラー独特の迫力あるサウンドを奏でます。このように低回転域での静かさと高回転域の迫力あるサウンドの利便性を持ったマフラーがこのスーパーターボマフラーの特徴です。このようにパワーと静かさを高次元でバランスさせることができたのがこの HKS スーパーターボマフラーです。